栽培にも慣れてきたみたいね。そうそう、後方支援部隊の騎士がついたの。彼女は定期的に新しい物資を補給してくれるから、後で挨拶しておいてちょうだい。後のことはあなたに任せるわ。そうだぞ、なんてオイラたちだけが忙しくしてるんだ。リサさんは何してるんだよ。私？もちろん可愛子ちゃんが経営と錬金術のコツをうまくつかめるようにサポートしているのよ。お姉さん、ずっと応援しているわ。頑張ってね。やっぱりな、オイラこうなるって分かってたぞ。栄誉騎士さん、そして侍従のパイモンさん、こんにちは。後方支援部隊の騎士フレダです。どうぞよろしくお願いします。おお、オイラの名前ってもうそんなに知られてるのかって。侍従なんかじゃないぞ、オイラはこいつの仲間だ。すみません、うっかりしていました。流行りの小説の呼び方が移ってしまって。あなたたちの功績はもはや伝説みたいなものです。本当に羨ましい。私も各地を冒険する流浪の騎士になりたいです。そういう暮らしはきっと面白いだろうなって。はい、私もそう願っています。とにかく今は目の前の仕事をきっちり終わらせましょう。代理団長からあなたたちの経営を全力でサポートするようにと指示を受けました。何か必要なものがあればいつでも言ってくださいね。最近新しい物資が届いたばかりです。必要なものがないかぜひご確認ください。
先。What?